はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。今日はこちらですね。うん、変身ベルトデラックスバグルドライバーです。はい、こちらですね、仮面ライダーゲームがレベル10に変身したね、うん、この前ね、その、新しいドライバーですね、うん、ここについてるのはガシャコンバグバイザーなんだよ、これ、うん、ね、同じものを買ってしまいました。はい、では開けていきましょう。はい、こっちだ。お、こっちだ。はい、はい、まずはこちらですね、デンジャラスゾンビガシャットだね。うん、白いガシャットで、多分骨とかを意識してんだろうね。そうだね、うん、絵柄はこんな感じですね。はい、では自転車取ってください。はい、じゃあ押してみてください。はい、なるほど。次は、あ、これは普通のガシャットだね、うん、こちらがガシャコンバグバイザーだね、はい、これはまあ以前紹介しましたんで、うん、あったか同じものです。こちらがバグスターバックルですね。でここにバグバイザーをセットするわけだね、うん、じゃあ早速やってみましょうか、はい、バグバイザー電源オンにして、はい、じゃあセットしてみてください、はい、おー、いった。そしたらデンジャラスゾンビをセット。逆だね。で、このボタンを押して、うん、こわっって言ってたね、うん、はい、では必殺技やっていきましょうか。まずは AB ボタン同時押しですね。はい、はいはい、これが待機音で、 A ボタンを押すとクリティカルエンド。今度は B ボタンでやってみましょう、はい、B ボタンはクリティカルデッド。怖っちょっとホラーだけど、ゾンビの声聞こえたけど、うわっって感じだったね。怖い。続いてゲーマードライバーにセットしてみましょう。まずスロット1、はい、デンジャラスゾンビ、いきます。はい、お願いします。じゃあレベル2、なんかちょっと軽いノリだったね、うん、では、スロット1にマイティアクション X、 スロット2にデンジャラスゾンビでレベル3にやってみましょう。はい、次は決め技スロットに入れてみてください。はい、うん、次はガシャコンスパローで、はい、じゃあお願いします。これも怖い。ちょっと怖いね。俺がレベル10で一気に始末してやる。変身。前ちゃんレベル10 では勝負だい。いない。
変身してレベル10になったのに。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスバグルドライバーでした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか楽しかったなと思った方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、じゃあ今日もやりましょうか。はい、コメント回答コーナー、イエーイ、イエーイ。2つ前の動画になりますね。1つ前は旬沖の動画で、もう1つ前はライブ配信だったので、2つ前、メリクリ2016年レゴアドベントカレンダー終了、このコメントを見ていきましょう。リン2さんだったのかな。毎年楽しみにしている動画がやっときましただって。あ、アドベントカレンダー終了、あー、うん、あー、確かに楽しみ、そうかもしれない ね、はい、サンタクロースみんなのさん、これ逆なのかな、みんなのサンタクロースさんなのかな。ライブ配信見ました、パパもエイシン君も無理せず頑張ってくださいだって。あ、ありがとうございます。はい、ちょっとね、2人ともね風邪気味ですからね、はい、てかエイシン君はもうがっつり風邪だからね、パパは気味ですので、はい、ちょっとあの無理せず、頑張っていきたいと思います。はい、バグルドライバーの動画のコメントはですね、この次はまたライブ配信なので、はい、その次の動画の最後で、コメントさせていただきますので、ぜひ、こちらの動画にもコメントいっぱいいただけると嬉しいですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。